これやってみようか、ドッジボールね。よう考えたら、これ一応僕ね、カセット、ゲームソフトを持ってるんですけど、これまだ実況プレイ一度もやってなかったですね。ドッジボールですね。でもちょっとね、操作性が違ったような気がするんですよね、ファミコン版とかのね。ドッジボール、勝ち抜き、対戦、勝ち抜き。感じか。リスト。これどう？チームリスト。チーム作成ですね、あかんのか。あれ？あれ？選手入れ替えか？入れ替えするチームを選んでください。え？チーム設定でやるのか？すぐに始められないんや、このゲームって。なんかせなあかんねんや、先に作らないかんねんや、グループをね。チームメンバーを10人選んでください。10人全部やね。XA ボタンでページが変わります。あ、こういうことか。これで A ボタン。あ、まだいるんやね、いっぱい。なるほど。これでいいよな。はい、うん、これでいいよ。とりあえずね。相手のチームを選ぼう。いろいろ選べるんやね、最初ね。日本でいいよ、とりあえず。はい。試合。あ、そういうことか。いやいや、これでいいよ、適当で。うん。はい、これでいい。あー、しまった。ジャンプがこれやろ。あれ、あった。あー、難しい。全然なんか違うな、勝手が。ファミコン版とかと使い勝手が違うな。必殺技も出ないね。ああ、死んだ。ああ、死んだ。リキが死んだよ、お前。あれ？あかん。ああ、国を死んだ。ああ、全滅や。これちょっとやりづらいな、このゲームな。ファミコン版とかと全然勝手が違うもん。ダメだこれ。